5080系の案内表示器。左側がトークビジョン6000系の案内表示器。左側がトークビジョントークビジョンは、東急電鉄の動画 PR サービスで、東急グループの広告代理店である、東急エージェンシーのウーブモンダ媒体社となって運用している。トークビジョンは、5000系列、6000系、2020系列、3000系。 横浜高速鉄道の y 5 0 0系の客用、ドア客室側上部に2画面設置されている。サービス自体は2002年12月8日から開始したが、トークビジョンの名称が使われ始めたのは2004年9月からであり、画面周りにトークビジョンのステッカーを重付している。なお、池上線、東急玉川線用の7 0 0 0系も客用。 ドア客室側上部に2画面の液晶ディスプレイが設置されているが、こちらはトークビジョンの名称を使用していない。田園都市専用の5000系、第1編成は運行開始当時1画面で、このサービスを行っていなかったが、第2編成以降では、東日本両格鉄道、山の鉄線用 E231 系500番台と同様の2、画面レイアウトになり、サービス開始となった。 1> 第1編成も2003年3月17日よりに画面レイアウトとされた。第1編成営業当時、駅到着直前、停車中、出発直後は、現在のような旅客案内を表示し、駅間走行中は動物、魚などの環境映像を放映していた。環境映像は、駅到着直前に打ち切られた。画面上では、JR 東日本の トレインチャンネルと異なり、テレビコマーシャルの動画が繰り返し流される。なお、ニュースや、天気予報は長い間放映されなかったが、2018年から、トークビジョンニュースとして、NHK ピックアップニュースや、共同通信ニュース、さらにウェザーニュース提供の天気予報が流れるようになった。音声は、トレインチャンネルと同様に流れない。運行情報は、 旅客案内側モニターで、東急線の情報をのみ表示される。CM 動画は、劇団四季やパナソニックなど一般企業、団体のほか自社やグループ各社の商品、サービスやイベント告知も多い。5050系50 4000番台第10編成では、渋谷光への案内動画が流されるなど、特定の編成に限り、動画が異なるケースもある。車両運用の関係で、 東急線以外に以下の路線でも見ることができる。アウトオブホームの略称で自宅以外の場所で接触する広告メディアを指す。鉄道車内でニュース、天気予報の配信を開始しました。ありがとうございます。